どうもこんばんは、リック学会です。今日はですね、表面積最強と思われる土材についてお話ししていきたいと思います。その前にまず一般的に使用されている土材それぞれのですね、表面積について、確認の方をしていきたいと思います。まずは、先日導入したシポラックス、こちら1リッターで270平米。続いてパワーハウスハード L、 こちらが1リッターあたり400平米。続きましてサブストラットプロ、こちらが1リッターあたり450平米。続いてパワーハウスソフトタイプ M、 こちらが1リッターあたり1030平米。そして今回ご紹介したいのがこちら、皆さんブルカミアという商品ご存知でしょうか。こちらのブルカミア、基本的にはね、底面に引くソイルとして使用するものなんですが、露材としての機能も有しているという商品になります。こちらの表面積1リッターあたりなんと21476平米で、今回はですね、こちらを24リッターですかね、購入しました。で、24リッターあたりに直すとその表面積はなんと東京ドーム11個分と、いうことになります。またこちらの商品ですね、pHの調整機能を有しております。で、今回の、ブルカミアに関してはpHをね、上げるという機能を持ってまして、5月26日にセットして、セット時のpHが 6.66、1週間後6月1日の時点でなんとですね、水替えなしでpH 6.5 を維持したと、いうことになりました。で、実際どこにセットするかという話なんですが、このね、オーバーフローろ過装、もうパンパンなんですが、右側のこちらですね、こちらの下に、一番下に、敷き詰めるような形で、セットの方をしてまいりました。で、先日のシポラックス同様ね、洗濯ネットに入れて、3つ、用意して、このような形で、なるべくね、隙間なく、全面に引いたような形になります。で、基本的に厚みはね、5センチ以上かな、あった方がいいというような形に、なっている商品ですね。で、こちらがセットし終わった状態のろ過装になります。一番下にブルカミア、その上にはリングロ材と、ゼオライトということになります。で、左側が、ウールマットと、シポラックスとリングロ材で、右と左のこの間隙間あるんですけどね、こちらの方には先日の動画でもご紹介差し上げたシーケムマトリックスを3リッターセットしてあるというような状態です。で、一応、まあ、セットしたばっかりなので、バクテリアの定着を促すためにも殺菌灯の方はしばらく使用しないで、おきたいと思います。またね、1時間程度経った、水槽の状態がこちらということになります。露材自体がソイルということなので、やはりね、セット直後は白濁りが多少しているというような状態になります。ただあまりにもね、目が細かいので、水洗いはちょっと今回は少しだけしたぐらいですね。あまりやりすぎると多分形が崩れてしまうんでね。で、1週間したら、だいたい、これぐらいの水になるということですね。水の切れも非常によく、pHも下がらないという非常に優れた、露材なんじゃないかなと思います。まあ、長期的にもうちょっとね、様子の方を見ていければいいなと、思っています。これからもですね、他の露材も試していきたいと思ってますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。